回転がわからない高速ロングサーブがフォアに来た時どうしたらいいか分かりません。いつもドライブを振って失敗してます、うん、ああフォアに来るやつ、うん、高速ロング、そうですね、まあわからない高速ロングだから下とか上とかいろいろ混ざってるんですよね、うん、こう、まあ自分はこういうこれでいい、あの引きつけて超かけるループドライブでやってください。私の場合これでやってます。まあ動画でも言ってるんですけど、にゃっこれでいい、あの、うん、小さめのフォームで下から下からだけど、うん、ちょっとこう回転重視で、あの速い球じゃないですね、速くするとやっぱごめんなさい、前短い例えばこうこうやっていくと難しいですよね、今みたいにスピードを出すと、あの、あ、下入ってたなってなるんで、ちょっともっと引き付けかける、うん、今みたいな山でいいです、引き付けて下から上にギャッてかけるような感じで強くかける、スピンだけでやると多少横とか上とかナックルとか伸びてきてもなんとかなっちゃうんです、正直なところ。私も実は読めなかった時だけど全部書きてる、あ、なんかロング急に来ても、急にやべえ、ね、ガネ君のロングとかさ急に来てさ、うん、とりあえず回転がさ、ガネ君のよくわからんからこうやってさかけてスーっていう次、うん、かけときゃいいみたいな、うん、なんかそう、こう伸びてきても掛けとけ、今みたいになんかこう、なんか何何みたいな激伸ばしたの、そう、そう、激伸びだったよね、激伸びもこうやってなんかこの引きつけてこうやって掛けるのがいい、そうしたらね、こうやって相手がうわーってなる、うん、回転技術なんかうわー引いた、で、こう掛ければいい、うん、ほらほら、OKOKOK これミスったら、これミスったら自分のせいですからね練習しようって話です、はい、なるほど、うん、こういうのでも、うん、まあ、ちょっと難しいかもね、うん、うん、そう、あ、うん、あ、うん、俺かな、うん、だこういうあのループ、フォアループってのを覚えてほしいですね、うん、でももうフォアに来るそういろんなサーブ、速いサーブに関してはこれが一番手っ取り早いかもしれないです。で、やっぱあからさまに上って分かるときですね、上って分かるときはこうやってほしい、こう、なんかパタンってこう、ちょっとダケット縦気味で時々やってるっすよね、自分に対してこうやって、そう、ガネ君の時も目の際だとこうやってやろうみたいなドライブするのもあのちょっと疲れてきたあー、もうでもガネ君のさ、あの上系が多いんだよな、で、あ、上系、あ、上系来たこの縦ながらブロックするっていう意識で返してあげると、うん、うん、相手の多少その横上とか上とかはこれで返す、ただでも下とか横とかね、いろいろ混ざるときはね、これでやると落ちるこれ落ちあ、落ちた、長い系で落ちた、じゃああれは下系が入っている可能性がある、だったらこの人のロングはちょっと引きつけ、ちょっとこうやったから、あ、ミスったけど引きつけて、あ、来た、ギャッ、手かけて次っていうのは形勢逆転できますね、うん、やってみてください、はい、はい、ありがとうございます、はい。